用途、大体の金額は説明欄にも載せてます。よかったら購入する時の参考にしてみてください。スリットバスケットに植えたいと思います。まず内側にスポンジを貼っていきます。半分貼って残りを貼ります。土をいっぱいいっぱいまで入れるので、スポンジの高さはここより少し高くなる感じで引っ張って貼ってます。こんな感じです。粘着力がすごいので土をまぶして植物がくっつかないようにします。ここまで準備しておいたら、次は花の準備していきます。アネモネの、これはポルトです。八重咲きのこんな優しいちょっとアンティークっぽいピンクです。本当はですね、このアネモネアンアリス、このアネモネがすごい人気で、個体差があるのでちょっと白っぽい色からアンティークなピンクまで、1ケースの中にもいろいろあると思うんですけど、アネモネのアンアリス、これもめちゃめちゃ可愛いのですごいおすすめです。でただでもめっちゃ高いので、一緒にこのアネモネポルト、これを見つけたので、まあ、若干ちょっと色は違うと思うんですけど、これも可愛いので、今回はこれ、今花首がだいぶ短いので、これをスリットに使ってみようと思います。多分春成長してきたらアネモネ30センチぐらいは伸びてくると思うんですけど、頑張って2株買ったアンアリスはちょっと鉢植えでこれだけで楽しんでみようと思います。今回はポルトの方を使います。アネモネは、ね、寒さにもすごく強くて、このアネモネ自体は12月年末ぐらいからお店に並んでると思うんですけど、こういう結構可愛い色の品種とかが出てくるのが、まあ、2月ぐらいが多いと思います。生産者さんが多分ハウスの中で育てておられると思うんですけど、春に向けて植えとける寒さにも強い植物なので、今買って植えても大丈夫だと思います。ただ夏の暑さは植える場所とか置き場所にもよると思うんですけど、蒸れとか高温多湿はすごく苦手なので、私は植えっぱなしで今のところ毎年出てきてるんですけど、水はけが心配なところとか高温が心配だなっていう方は、春5月終わりぐらいかな、葉っぱが黄色くなってきた頃に球根掘り上げてまた秋に植えるといいと思います。ちょっとスリットなので根鉢崩してます。そして次はネメシアのメーテル、多分グッピーっていう色だと思うんですけど、これはちょっと色の名前が書いてないです。ネメシアも寒さに強い多年草です。これ 3.5 号苗なんですけど、色がこの色がすごい今回のアネモネの色と合うのでこの色にしたんですけど、 2.5 号サイズ、これかな、この 2.5 号サイズ、こんなに大きさが違うんですけど、こっちが 2.5 号サイズ、このサイズのネメシアとかも結構売られてるので、根鉢もそんなに崩さなくていいので植えやすくておすすめです。でも今回はちょっとこのグッピーのこの色がすごい合うかなと思ったので 3.5 号苗です。このラベルとかには四季咲き製で、花期が4月から11月とかって置かれてるんですけど、涼しい気候のところでは咲いてるんかもしれないですけど、関西では私が育ててる感じでは夏はもう耐えるだけという感じですなのでできるだけ水はけよく、まあ、夏は特にちょっと注意してあげて、できたら風通しのいい涼しいところの方がないけどいいと思います。お尻を 2.5 号サイズぐらいまでダウンしてます。そしてこれがエレモフィラの比較的新しい品種だと思います。スノークリスタル、よく売られているエレモフィラニベアと比べるともっとケモケモしてるっていうか、白さが増してる感じです。エレモフィラといえば冬の
寄せ植えの代表的なシルバーリーフだと思うんですけど、このスノークリスタルは私初めて育ってるんですけど、ニベアと比べるとこんなにケモケモしてるので暑さには弱いんじゃないかなっていう、ちょっと想像もしながら大切に育てたいと思います。梅雨ぐらいの暑さの時に長雨に当てない方がいいと思います。水はけのいい土で長雨に当てなければ夏越えてくれると思います。ちょっと根っこも繊細なので手で軽くほぐしました。このぐらいのコンパクトなサイズならスリットにも使いやすいと思います。あと小さな寄せ植えとかにも使いやすいと思います。次がネモフィラのプラチナラベンダーっていう色です。シルバーリーフのネモフィラです。他にブルーもあると思います。シルバーリーフじゃないネモフィラだとちょっと個性的な色でブラックとかと白も売ってあると思います。お花もすごく楽しみなんですけど、この葉っぱの色もシルバーですごく寄せ植えに合うと思います。ネモフィラは秋に種まきして春に咲いてくれる一年草です。そしてヘリクリサムのミックス植えです。これだけでも寄せ植えになっててすごい可愛いです。この3種類買って寄せるってなるとまた大変なんですけど、ネメシアとかと合わせてもこれだけで寄せ植えになるのですごいおすすめです。次は風入りのジャスミンのミルキーウェイです。今の時期は花付きで出回っていることが結構多いと思うんですけど、見えない、ちょっと見にくいけど花芽がついてます。普通の葉衣ジャスミンも今の時期すごい花芽が上がってきてると思うんですけど、花色はほぼ一緒です。私は今まで育てていた感じで言うと普通の葉衣ジャスミンほど生育は早くないと思います。これもスリットのお花の間に入れたいのでだいぶ根っこをほぐしました。できたら分けて使いたい。入れそうだったのでちょっと分けてみました。ラベンダーのメルローです。斑入りの葉っぱが綺麗なラベンダーです。香りもすごくいいです。この斑入りのラベンダーは何年も鉢植えで育ててたんですけど、葉っぱが明るくて斑入りなので花が咲いててもそんなに目立つ感じではなくて、どっちかっていうとこの灰色、葉っぱの色を楽しむラベンダーかなと思います。苗物で売られてる時はコンパクトなので寄せ植えとかにも使いやすいと思います。暑さにも結構耐えてくれて夏でもこんな感じの葉っぱの色でずっと楽しめます。私はそこに水苔を引いてます。底石とかでもいいと思います。土がねこんだけしか入んないのでそこまでたっぷり底石引かなくてもいいと思います。そして土はハンギングなのでピートモスメインの軽くて水持ちのいい土を使います。去年から私はちょっと使ってみてるんですけど、めっちゃ気に入ったというわけではなくて確かに水持ちはいいので、これから春の時期とかのお水やりは結構楽になると思います。でも肥料持ちとかはちょっと普段使ってる土の方がいいのかなっていう印象でした。なのでハンギングとか中心に使ってます。ちょっと根っこ落としてちょっと下に垂れるように、まずここにラベンダー、ラベンダーとかジャスミンとか茎がしっかりしてるのでこのままこう入れても枝も傷みにくくないので大丈夫だと思います。繊細な苗を植えるときはこの3号ポットとかをこれにこう巻いて植えます。株元が傷まないようにこのポットを引っ張って入れるようにします。そして
下まで入れれたら、お尻を押さえてゴットを取ります。ヘリクリさんもちょっとね、こう落として、下まで入れます。植物が全員こう上向いてくるので、下向きに植えるぐらいが結構綺麗に春になると思います。反対側に1段目入ったので、ここにたっぷり土を入れます。特にちょっとこの今回のこの土、植えて水やりしてると結構沈んでくるので、あんまり押すとせっかくふわふわなのにしまってしまうので、空間ができないように間にしっかり土を入れます。特にこの植物と植物の間にしっかり土入れます。次はエレモフィラとアネモネ、入れようかどうか迷ってたんですけど、アイビーゼラニウムのエレガンテ、ピンクの斑入り品種です。アイビーゼラニウムも結構意外と強くて、ちょっと葉っぱが多肉質なので、どっちかっていうとこう多肉植物的な育て方でいいと思います。暑さ寒さにも結構耐えてくれて、ずっとお外で育ててて大丈夫だったんですけど、ちょっとさすがに去年の冬かな、ちょっと寒さマイナス5度とかになった時に寒くて枯れちゃいました。軒下に入れてたら多分全然大丈夫です。これ今だいぶコンパクトですけど、バーってこう茎が伸びていって春に花咲きます。アイビーゼラニウムだけだと丈がだいぶ低いので、ジャスミンで少し高さを補います。こっち側にネメシアもちょっと折れやすいので、これに入れて、あ、最高はまずここにヘリクリソンを入れよう。2株しかないものとかは対角線上に使うとバランスが取りやすいです。ヘモフィラもこっちに入ってるので、反対側に1個入れます。内側にもシルバーリーフ、エレモフィラ分けれたので分けて使います。2段目が終わったので土を入れます。ここも間に土をしっかり入れます。そして最後、入れようかどうか迷ってたんですけど、金魚草のフォレストマリアージュ、斑入りの品種でピンクの花が咲きます。ピンクっていうかピンク紫みたいな花だと思います。金魚草ももともとはもう丈膝30センチぐらいまで花が高くなると思うんですけど、葉っぱの色が綺麗な品種なので、寄せ植えに使ってハンギングとかでもカラーリーフとして楽しめると思います。めっちゃ強い多年草なので、ハンギングで楽しんだ後はお庭に植えるといいと思います。最後上の段に植えていきます。あと一株アネモネ、ちょっと縦にエレモフィラ、間にこの高さを補うためにジャスミン、メルローは反対側にもう一個、そしてちょっと最後ここが、ここに金魚草、大向きかな、
感じです。かなり盛り上げて植えてるので水苔でしっかりカバーします。久しぶりの寄せ植えで、春の寄せ植えなので、贅沢に使ってみました。今からの寄せ植えはあんまり長く持たないので、だいたい暑くなってくる5月後半ぐらいにはもうアネモネとかも終わってくるので、ネメシアはもうちょっと咲いてるかな、切り戻したらもうちょっと咲いてくれるかなっていう感じです。でもまあアネモネとかも暑くなってくると限界があるので、葉っぱが黄色くなってくると思うので、次の植え替えとしてはその頃に植え替えて残っているお花を花壇に下ろしたり新しい鉢に植えたりするか、私はついついそのまま夏を越してしまうんですけど、そのまま夏を越して秋に植え替えてもいいかなと思います。あと今お水やりなんですけど、根っこをかなり切って上は全然切ってなくて花も落としてないので、お水のバランスが結構崩れてるので、根っこがちょっとしかない状態で水切れしてしまうともうすぐ枯れてしまうので、しばらくは水切れしないようにたっぷり与えます。あとまだ寒い日があるので、生産者さんのところでは温室のあったかいところで育てたりするので、急に寒いところに出さず昼間のあったかい時は外でもいいと思うんですけど、しばらく軒下で管理します。あんまり寒くて土が凍っちゃうような日は夜は家の中に入れたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。